北口空里クチ西鉄福岡駅駅は、福岡県福岡市中央区天神2丁目にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅。駅番号は、T01。道線の起点、ターミナル駅である。福岡県を拠点とする、大手市鉄の西日本鉄道最大のターミナル駅である。西鉄のメイン路線である天神大牟田線の起点。 福岡市地下鉄空港線の天神駅と同じく地下鉄七熊線の天神南駅との乗り換え駅である。福岡市内では博多駅に次ぐ規模を誇る。九州最大の繁華街である天神の中心に位置し、駅ビルや駅周辺には西鉄天神高速バスターミナルやファッションビルのソラリアプラザといった西鉄の各種施設が集中している。 日中でも1時間に12本の列車が発着し、グルメ、大牟田方面と田宰府方面に向かう。現在の駅ビルは、ソラリアターミナルビルと呼ばれ、1997年9月29日に完成。ホームコンコースは駅ビルの2階に存在し、10月1日から福岡三越が地下2階の1階3階から9階で営業している。 1>, 1階の通り抜け通路部には、ライオン広場、福岡市観光案内所、中央警察署天神警部交番が存在し、3階には、西鉄天神高速バスターミナルが存在する。地下3階は駐輪場になっており、4階から8階には、ソラリアターミナル駐車場が存在する。ソラリアターミナルビル完成で駅が、現在地に移転する以前は、現在より100メートル北にあり、 岩田屋デパート9本館と一続きのビルになっていた。当時の駅舎は西鉄福岡駅ビルとして北側の一部が残存している。それ以前にはその少し西側にあった。高架化される前の駅の姿は1956年公開の東方映画空の大怪獣ラドンの福岡破壊シーンで見ることができる。日本の大手私鉄の駅としては最西端に位置する。 1993年の駅構内、ソラリアステージ側からの入り口ホームプラットホームが、ソラリアターミナルビル2階にある、高階駅。現在は4面3線の東端式ホームとなっており、乗車専用ホームと降車専用ホームがある。電車が進入した後、まずすべての乗客を降車ホームに降車させ、その後乗車ホーム側の乗客が乗車ホームから乗ることが、できる。 ホーム有校長は重量編成まで入選可能な長さである。下記に示す乗り場案内は基本のものであり、例外もある。改札口は北口、ソラリア口、三越口、南口の4カ所ある。建物の構造上、バリアフリーとなっているのは北口のみで、三越口、南口には、改札口とホームと連絡するエレベーターやエスカレーターの設置がない。 そのため、車椅子等利用者が当駅へ出入りする際、または、天神大牟田線を利用して、当駅に到着後、福岡市地下鉄各線や西鉄天神、高速バスターミナルを利用する際には、北口側、ソラリアステージビルのエレベーターを利用する形となる。2019年度の1日平均乗降人員は136,277人であり、西鉄の駅の中で最も多い。 隣駅である役員駅の交通結節機能強化が進んだこともあって利用者数は減少傾向にあったが近年は増加傾向にある駅と同じ側である駅の反対側であるありがとうございます